三代目、歌川豊国が。三代目関三十とは、幕末期の歌舞伎役者。屋号は、立花屋、尾張屋、拝命中車、光尺、歌山。江戸の生まれで、振付師三代目、藤間寛衛の子。はじめ七代目、市川段十郎の門下となり、市川段吉と名乗り、後に旅回りに出て、市川立十郎と改名した。文政十年江戸に戻り、 五代目市川八百蔵を襲名、天保十一年四月に三代目、石蔵十郎を襲名する。以後八代目、市川段十郎、四代目市川章、段津に、五代目、代目小野菊五郎などの人気役者と共演し脇を固めた。尾長で花が高く、花の三十郎のあだ名を持ち、その要望は、花高とも称された五代目、松本幸四郎を彷彿とさせたという。 五代目光志郎と同じように実悪に長寿、嘉永六年中村座の、与は市史上浮きな横串では、仇役の赤間玄座衛門を演じた。赤間は、万、ま、円元年市村座の、八幡祭祭小餅月に気やかでも演じている。このほか、安政六年市村座の、こそで蘇我あざみ色縫いの大寺小兵衛、文久二年市村座の、青床を花くれないの日本大門。 同四年、市村座の、蘇我集券御所染めの星影土右衛門などを当たり役とした。養子に四代目、石像十郎がいる。ありがとうございます。